はい。それではよろしくお願いします。本セッションではですね、主にはパワーオートメイト、その中でもデスクトップ型のパワーオートメイトをメインにお話をさせていただければな、というふうに考えております。はい。で、タイトルの通りですね、Windows 11標準搭載の RP 自動化を加速するというところで、少しですね、初学者の方向けにはなりますが、これからですね、RP の開発をしていく方向けにですね、テンプレートのご紹介と、おそらく RPA を開発するとですね、様々な運用等が入っていきますので、そういうところでアップデートの情報をですね、ご共有させていただければな、というふうに考えております。スピーカーとしてですね、パワーオートメイトであったり、パワープラットフォームのテクニカルスペシャリストをしております、ふみやまがですね、担当させていただきますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい。まずはですね、全体、パワーオートメイトのトレンドといったところをですね、ご紹介させていただければな、というふうに考えております。で、このパワーオートメイトはですね、やはりこれまでもより利活用いただいておりますが、それらがですね、よりどんどん加速しているところが、昨今のトレンドになっております。で、このパワーオートメイトのアクション数といったところもですね、150%増というような形になっておりまして、ユーザー数含めてですね、増えているような形になっております。またですね、これまではコネクタの数というものは500を超えてきましたというような形でご紹介することが多かったんですが、すでにですね、プリビルトされているコネクタ数も650を超えてですね、ますますマイクロソフトの製品だけではなく、その他の外部サービスとのコラボレーションが加速しているような形になっております。はい。で、またですね、このパワーオートメイトの、改めてのご紹介になりますが、これらはですね、いわゆるローコードで、業務の自動化であったり、データ連携の自動化が行えるようなものになっております。で、RPA の機能だけではなくてですね、クラウドの機能であったり、様々な、いわゆるオートメーション全体のですね、プラットフォームのようなものになっておりますので、その旨、ね、改めてご認識いただければな、というふうに考えております。で、その通りですね、もちろん Office 365、Teams、Azure、Dynamics、Windows 11といった、それらとのコラボレーションはですね、より深く、関連してきておりますが、それだけではなくですね、その他のサービスとのですね、コラボレーションもますます活性化されているような形になっております。なので、こういったですね、様々なサービスとの連携を使ってですね、組織全体の市民開発のような形でですね、小さなアプリを多数作っていただくものにもご利用いただいておりますし、いわゆるプロ開発のような形で基幹となるようなシステム、アプリの開発にもですね、このパワーオートメイトはご利用いただいているというところが、ご状況としてなっております。はい。でですね、パワーオートメイトはデスクトップ型のですね、RPA のような機能を持っているような機能と、またですね、クラウドフローといった API を含むモダンアプリとのコラボレーションができる機能、それぞれ持っておりますので、こういったモダンアプリとレガシーアプリの架け橋となるようなアプリケーションとしてなっております。はい。またですね、それを下支えする、ガバナンスをですね、制御するような機能もございますし、後ほどご紹介させていただくようなアップデートの中にもですね、スケールを前提に置いたような機能もございますので、そういった形でですね、様々なアプリケーションの裏側でご利用いただいているような形になっております。はい。で、これらのですね、デスクトップ型の RPA ですね、はですね、Windows 11で標準で搭載されているような形になっております。で、これらは皆様すでにご認識いただいている部分も多数ございますが、今後 Windows 11にアップデートされる、ないしはもうすでにご利用いただいている方はですね、すぐにでも Power Automate for Desktop を起動して業務の自動化を始めていただくことが可能となっております。で、これらはですね、
昨今、業務の課題として、なかなかですね、いわゆるクリエイティブな業務に注力できずですね、様々な、各サービス間の連携のための情報入力であったり、ルーティンの業務であったり、そういったところにですね、時間が費やされてしまっておりますと。で、こういったですね、業務を自動化するために、ぜひ、デスクトップ型のですね、パワーオートメイトを利活用いただければな、というふうに考えております。よくですね、デスクトップ型のパワーオートメイトをご利用いただくようなシーンとしましては、例えば請求書の処理でですね、これまで電子メールで受け取った請求書を、レガシーな請求書のソフトを使って、入力してですね、システムに代替して入力するような業務が、多数ございましたが、そういったものをですね、このデスクトップ型、パワーオートメイトをご利用いただいて自動化する。そういったシナリオをですね、よくご利用いただいております。ただですね、この RPA 開発に関する課題というところもですね、これまでございました。具体的にはですね、RPA ツールを利用いただく際にですね、Windows 11にも搭載されているというところで、様々な方がトライされるんですが、なかなかですね、業務との併用というようなところで、一定ですね、開発簡易的なものにはなりますが、習得に苦戦してですね、業務を自動化を諦めてしまう、そういうようなですね、シーンも、たびたびございました。で、今回のですね、一つ目のアップデートとしましては、こういった課題を解決するような機能をご紹介させていただければなというふうに考えております。はい。それらがですね、これまでなかったんですが、パワーオートメイトの、デスクトップ向けのですね、サンプルが標準で実装されるような形になりました。で、これらを使ってですね、これから一から RPA を作成される初学者の方がですね、こういったサンプルを使ってすぐに業務の自動化を行うことが可能となっております。なので、こういった機能を使ってですね、新しくサンプルを使ってデスクトップのフローを実装いただけますので、例えば複雑なフローもですね、一から作成する必要なく、例えばコピーしてご利用いただくであったり、このサンプルの中身を少し変えていただいてご利用いただければ、すぐに実践いただけるような形になりました。またですね、これらのメリットとしましては、RP の作成に向けたですね、いわゆるベストプラクティスのような書き方がですね、なかなか初学者の方にはイメージつきづらい部分もあったんですが、こういったものをですね、こういったサンプルを使っていただければ、かなりイメージがしづらくですね、作成が容易になるというところがメリットになります。この後のですね、デモの中では、このサンプルの機能を少しですね、触れさせていただきながら、実装のシーンであったり、例えばプレビューの機能もですね、ご準備しておりますので、それらをですね、ここから見ていければな、というふうに考えております。はい。ではですね、ここから実際にですね、画面を見ていきながら、サンプルの利活用の方法についてご説明をさせていただければな、というふうに考えております。はい。こちらはですね、すでに皆様の環境でもね、実装されているような形になります。で、この中のですね、フローだったり共有アイテムの隣にですね、例、サンプルというものがございますので、ここからですね、皆様、参考となるようなサンプルのですね、検索、実行が可能となっております。基本的にはですね、計3つ、現状では、サンプルがご準備されておりまして、1つ目としては、Excel の自動化。もう1つが、Web のオートメーション。3つ目がですね、デスクトップオートメーション。この3つがですね、基本のジャンルに立っております。で、まずはですね、Excel の自動化から、少しクリックしながらご説明をさせていただければと思います。サンプルにはなりますので、すでにですね、名前がご準備されておりまして、それらのですね、サンプルの説明がございます。例えば、Excel 等であればですね、標準的な Excel のレポートを集約するような機能であったり、例えば Excel のテーブルを抽出するような機能であったり、そういった機能がですね、サンプルとしてご準備されております。
で、そのフローの実行のステータスであったり、あとは詳細のレベルですね。初学者向けなのか、中級者向けなのか、そういったところをですね、確認できるような形になりますので、まずはですね、初学者の方々が利用される前にですね、こちらサンプルを見ていただきながら、すぐに使えそうな業務フローがないのか、というところをですね、ご確認いただければな、というふうに考えております。で、もちろんすぐに利用できるような形になっておりますので、そのまま再生から実行してですね、ご利用いただいても問題ございませんし、例えばですね、編集を使いながらですね、まずはどのようにフローが動いていくのかであったり、どのように書いていくのかというのをですね、まずは各初学者の方にご確認いただくような形でご利用いただいても問題ございません。もちろんですね、編集を利用いただければ、このようにすでにですね、作成されたフロー一覧が出てきますので、フローの書き方であったり、コメントの中身であったり、ループの書き方であったり、そういったところをご確認いただいても問題ございません。また、アクションごとにですね、実行いただくことで、どういった操作でどういった挙動になっていくのか、というのもですね、ご確認いただけるような形になっております。で、こちらのですね、サンプル等は一定中級者以上の方々もですね、ご利用いただけるかなというふうに思っておりまして、このようにですね、カスタムフォームといったまだプレビュー版のですね、新機能等もですね、実装されているようなサンプルもございます。なのでですね、こういったところをご活用いただきながら、初期でリリースされたような機能がですね、どのような業務シーンで利用いただけるのかといったところをですね、ご確認いただけるかなというふうに考えております。はい、で、今回のですね、こちらカスタムフォームをですね、せっかくなので触れさせていただきますが、新たにですね、実装された機能でございまして、いわゆるですね、パワーオートメイトの自動化の中でですね、人の手の入力が必要な場面も一定数ございます。で、このカスタムフォームを入力いただければですね、例えば、さっき今回ですね、Excel のファイル、どのデータとどのデータのですね、統合してですね、どういった形でレポートをお送りするのかというようなですね、情報入力が可能となっておりますので、このようにですね、ファイル画面の指定等を実施してですね、例えば A 視点と B 視点のファイルをですね、統合しますであったり、これ以上のファイルがあるかないのかといったところをですね、カスタムフォームを使って情報入力できるような形になっておりますので、内容に応じてですね、自動化の分岐が可能となっておりますので、このような形でカスタムフォームを利用いただけるというところもですね、合わせてご理解いただければなというふうに考えております。このような形でですね、サンプルとなるようなコードを確認いただいて、新機能の業務シーンもご確認いただけるような形でですね、サンプルとしての機能だけではなくてですね、様々なシーンでご利用いただけるということをですね、ご理解いただければと思います。ぜひ皆様もですね、こちらもすでに実装されておりますので、少し触っていただきながら、新機能の確認であったり、サンプルの利活用についてご検討いただければと思います。はい。では次にですね、これらの RPA をご利用いただくようなシナリオについて、ご説明させていただきます。こういった開発をした後にですね、運用する中では大きく2つのパターンがあるかなというふうに考えております。1つ目がですね、友人用の RPA というようなところで、ユーザーの監修のもと、自動化を実施するような機能となっております。で、これらはですね、人の手による作業を含めながら、より迅速な対応が可能となっております。なので、先ほどですね、デモの中にもあったような、カスタムフォームとの併用であったり、人の目で確認した後に業務の自動化をするであったり、そういったことも可能となっておりますので、そういったシーンでご利用いただくのが、友人型の RPA になっております。はい。で、次にですね、無人型の RPA の利用シーンとしましては、人の目を介さずにですね、もうすべてフルに自動化をするって言った際にですね、こちらをご利用いただくような形になります。で、例えばですね、タスクは完全に自動化されますので、より大量にですね、より多くの業務の自動化が実行できるといったところが、こちらの特徴になっていきます。で、こちらのですね、無人 RPA のメリットとしましては、大きく4つございます。
で、一つ目はですね、ボットを24時間365日利用可能というところで、運用コストを削減できるところがメリットとなります。で、二つ目ではですね、従業員を高付加価値活動に注力させるというところで、よりクリエイティブな業務に人が注力できるような形になります。で、3つ目はですね、人の手を介さないというところで、いわゆるコンプライアンス強化につながるような自動化も実装できるというところが特徴になります。はい。で、4つ目はですね、ヒューマンエラーの解消というところで、これまで人のミスであったり、ミスに伴うエラーというところで、より多くの業務が時間かかっていたところがですね、こういった無人型の RP を利用いただければ、こういった不具合も解消できるというところがメリットになります。はい。でですね、こういったオートメーションのですね、鍵となるところが大きく3つございます。で、1つ目はですね、やはりクイックにこういった RPA の作成であったり、環境の準備ができるというところがポイントになっていきます。もちろんですね、ROI、費用対効果を出すためには、すぐに使えるというところがかなり重要なキーになってきますので、こちらが1つ目のポイントでございます。で、二つ目はですね、スケールアウトというところで、より多くのですね、需要が、見込まれます。なので、そういったですね、より多くの需要に対応できるようなですね、スケーラビリティを備えているところが、ポイントとなってきます。で、三つ目はですね、スケールダウンというところで、運用コストの抑制やですね、自動化リソースの再利用というところで、一つ一つの RP 自体は小さくしてですね、再利用できるような形にすることで、よりですね、開発の効率化であったり、そういうところにもつなげれますので、こちらが3つ目のポイントになってきます。はい。で、こういったですね、自動化ロボットを作成、ないしはその土台となるパソコン等のですね、調達までの道のりというのは、実はあまり簡易的ではないというのが現状でございます。どういったプロセスになるかと言いますと、一つ目ですね、マシーンのリクエストというところで COE 向けにですね、おそらく内部のプロセスがあるかと思いますが、新たに RPA を実装する、ないしは運用するためのですね、マシーンのリクエストを行います。で、そこからですね、IT 管理者が RPA の準備をしてですね、ライセンスの割り当てとを行っていくかなというふうに思います。で、そのためにですね、おそらくパワープラットフォームの管理センター等からですね、設定等を行っていただきます。で、3つ目はですね、初期のセットアップというところでネットワークであったり、アカウントであったり、PC のですね、キッピングであったり、そういったところがですね、入っていきます。で、やっと PC も届いて、ライセンスも届きましたというところで、そこからですね、一度パソコンを開いて、パワーオートメイトフォーデスクトップのインストールであったり、登録を実施いただいて、あとは最後にですね、ユーザー開発者ボットに、例えば、VM を使っていましたら、こちらを割り当てて、利用いただく。こういったですね、プロセスが、実は出てくるような形になっておりまして、あまり簡易的ではないというところが、これまでの少しネックになっているポイントでございました。で、こういった部分をですね、解決するために、今回新たにですね、ホスト化型のですね、RPA のボットというような新機能をですね、ご紹介させていただければなというふうに思っております。で、これらはですね、パブリックのプレビューで今利用できるような形になりますので、ぜひお試しいただければなというふうに思っております。で、こちらはですね、大量の RPA を実行するにあたってのですね、そのパソコンの準備であったり手配というのをですね、数分で利用可能にしますというところが特徴になっております。で、ポイントとしてはですね、もう一番下に書いてあるようなシームレスなセットアップとオーケストレーションというようなところで、パワーオートメイトフォーデスクトップのですね、インストールや登録がですね、不要な形でボットの実行が行えるような形になります。で、またですね、ボットは異なるワークロードですね、簡単に割り当てることができますので、それとですね、実行状況を踏まえてですね、実行する PC をですね、切り替えるであったり、そういった形のですね、対応が可能となっております。はい。こちらですね、一度デモを交えながらですね、ご説明をさせていただければな、というふうに考えております。はい。
それではですね、もう一つ別の環境を使ってですね、デモの方に入らせていただければなというふうに考えております。はい、今回はですね、一つデスクトップのフローをですね、作成しております。で、今回はですね、右上のセッティングの方からマシーンの、セッティングをですね、選択することができますので、この右上のですね、セッティングをクリックして、表示に入っていければなというふうに考えております。で、こちらセッティングでですね、オープンマシンセッティングというのをクリックいただきますと、マシンのですね、セッティングするような画面に、遷移いたします。で、こちらがですね、マシンのセッティングの画面になっておりまして、いわゆるラップトップのですね、私が使っているようなパソコン名がですね、表示されております。で、こちらのですね、マシンをですね、実行するような環境を選択することができますので、今回はですね、ビルド用のですね、環境をご準備いたしましたので、こちらを使ってですね、作成を進めていくような形になります。はい。でですね、こちら、パワーオートメイトの画面を表示しておりまして、このマシーンのですね、具体的なグループ、マシングループの設定等は、左側のですね、監視のところからですね、設定することが可能となっております。なので、こちら左側のですね、バーのところにですね、遷移いたしまして、このビルドの環境上のですね、マシングループをですね、セットしていきたいなというふうに考えております。はい。で、こちらがですね、マシンの、設定の内容になっております。で、今はですね、グループ名等は表示させておらずですね、あくまで、コネクトされているだけになっております。で、このようにですね、上段マシーンとマシングループというものが表示されておりますので、ここからですね、マシングループの設定等を進めていくような形になります。で、マシングループはですね、こちら記載させていただいているような形でですね、業務用途に応じて、例えばグループ名を変更したりすることができます。今回はですね、ファイナンスのオートメーション用の、グループと、セールスオートメーション用のですね、グループを分けております。で、このような形でですね、各グループに応じて、利用するマシーンをですね、選択いただいて、必要に応じてですね、マシーン数も変更いただきます。なので、例えば、ファイナンスのオートメーションの方がですね、実行数だったり、利用したり、同時変更させたりですね、マシン数が必要になりましたら、そちらのマシン数を増やしていただいて、様々なフローを実行いただくような形になります。もちろん、今回はですね、2つ実行させていただいておりますが、それだけではなくてですね、複数個を作っていただいてももちろん問題ございません。で、このような形でですね、マシングループを設定いただいて、必要なですね、フローをですね、実行いただくことによって、様々な、仮想マシンをですね、複数個同時実行を通してですね、様々なスケーラビリティあるフローのですね、実行に担保できるような形でですね、利用いただくことが可能となっております。ではですね、実際にマシンの実行をですね、していければなというふうに考えております。はい。で、マシンの実行をするとですね、このような形でフローが進んでいきます。なので、一つのですね、デスクトップのフローを複数個のですね、マシンを選択してですね、実行することが可能となっております。で、今回ですね、今、プライオリティというところは全てノーマルになっておりますが、このプライオリティを変更してですね、指定のマシンから優先的に実行するというようなことも可能となっておりますので、そのような形でですね、プライオリティを変更しながら、指定のマシンの優先順位を決めていただいて、複数のですね、マシン環境で、一つのフローを実行いただいて、スケーラビリティあるような形でフローの実行管理を行えるような形になっておりますので、ぜひこちらの機能を使ってですね、複数同時実行の RPA の実行をですね、お試しいただければなというふうに考えております。はい。
で、これらのですね、ホスト型の RPA ボットの特徴としましては大きく3つございました。1点目はですね、効率性というところで、高速なセットアップによって効率性を向上させることが可能となっております。で、2点目ですね、オートスケールというところで、ワークキューの内容に基づいたですね、オートスケールができるような形になっておりますので、実行のですね、リクエストに応じてですね、様々な、ボットの実行が可能となっております。で、3つ目ですね、シームレスなボットというようなところで、様々なワークロードに対応したですね、ボットの、実行が可能となっておりますので、これらが今回のご紹介させていただいた新機能の特徴でございます。で、これらのですね、ホスト型の RPA のボットもですね、今後さらなる発展をですね、見込んでおりまして、例えば Azure AD との、連携であったり、例えば Azure Compute Galleries によるですね、カスタム VM イメージへのサポートであったり、またですね、オンプレミスのリソースにアクセスするための仮想ネットワークの対応であったり、そういったところをですね、今後、様々な拡張をですね、していくような形になるかと思いますので、ぜひこのようなですね、ホスト型の RPA のボットのですね、利用を皆様進めていただければなというふうに思っております。はい、最後になりますが、今回ですね、ご紹介させていただいたようなですね、ドキュメントであったり、機能のですね、リソースをご紹介させていただければなというふうに思っております。すでにプレビュー版でですね、利用することが可能となっておりますので、ぜひこちら、ご利用、お試しいただければなというふうに思っております。また関連するですね、であったり、ドキュメンテーションもですね、記載させていただいておりますので、こちらを使ってですね、様々なですね、対応を、お試しいただければなというふうに考えております。今回ですね、少し初学者向けの簡易的なご紹介でございましたが、以上とさせていただければなというふうに思っております。これからもですね、より多くパワーオートメイト、デスク型のですね、パワーオートメイトの利活用をお試しいただければと思います。本日はご清聴いただきありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。